ちょっと待って、もうエンテでじゃあオッケー、火炎竜王。はいどうも、ひたまゆです。はい、今日も京都でやっていくということで、今回はね、ルフィの兄サボを使っていきたいんですけど、おいおいおい、ルフィの兄貴ってもう一人いなかったか。ここにないるんだよな、ルフィの兄貴。いやこれだから今回このコンビ、メラメラの実コンビで、まあエースが先に出て、まあその後エースがやられて、まあエースがいいけど俺が許さねえってよ、逆だった俺がいいけどエースが許さねえってよみたいな、まあ原作再現、原作再現ではないけど、まあそういう風にやっていきたいと思います。だからまあエースがやられてその後サボがやられるわけにはいかないみたいな、そんな感じですね。じゃあ行きましょう、レッツラゴー。はい、ということでね、1戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。はい、最初ねエースが出て、まあ最後にまあサボくんがおいエースの形取ってやるよみたいな、なんかちょっと原作再現的なことをやって、今日楽しんで5戦ほどやっていきたいと思います。ひたまゆです。あ、ここ取れちゃうな、びっくりだ、ここ取れんの。あー、これカウンターも合わせてしまう。あざーす。あ、ピローナこの人うまいな。頼んだ、一回チェンジ。うわー、シャンクス。ちょっとチョッパーもう少し。あ、うおー、チョッパーの当ててったけど今クローズが当たってたらあんま意味ないよ。まあちょっと一回これで、はい、遠征はミスった。ちょっとね、これ後半まで耐えたいその原作再現、だから一回さ、だからサボやられてさ、もう一回さエースが出てくるのちょっとあれじゃん、ちょっとしょんないじゃん、なんかちょっとやだから、まあここでエースくんが結構耐えてほしいっていうのはありまして、ひたまゆ的には。でもな、夜バーストだから難しいんだよな、結構人やられやすいし。だからね、ナミのサンダーボルトテンポ多分やると思うんで合わせましょうか。うわー、いや今回避押したんだけどね、ちょっと今カウンターだと思って押したんだけどね、ちょっと残念だったね。ということで、まあ、こっからはやられないようにしたい。本当に楽しくなったな。昨日さ、なんか昨日ダブルアタッカーで やっちゃって、まあ、味方にはすごい申し訳ないんですけど、強真ん中勝ったんだ絶対やばいと思ったけど、頼んだぜ黒ひげ。あーやばいね、しかしもうこれあれだから大丈夫かな、黒ひげ耐えれるよね。オッケーオッケー、ちょっとやられたくないがゆえに、あ、裏取り誰が来てんな、多分マルコっぽいけど、あれは任せてくれ、マルコなら余裕で勝てると思う。一発、おー、やっぱスキル早いね。で回復でしょ多分。火炎竜王、これが強いですね。ちょっと待って、意外と普通に負けそうで怖い。ちょっとメラメラボードにさせて、回避読んで。あーだよねー、そっち行っちゃうよねー。ちょっとこれはあっちは任せてこっちに行きますか。危険、もう危険コンボが強い。ここ危ない、ちょっと待って、相手ペローナ多すぎて避けれない、ちょっと待って、きついきついきつい、うわちょっと遠距離多すぎてちょっとマジカオス。え、待って、いきなりやってること失敗してしまったやってること失敗してしまった。え、取られた、マジか、取られたか。オッケー、あ、任せてよかった。まあこっからはもうエース君の方が強いんで多分エース通常強すぎだよなマジで、やばいやばい、最悪最悪。いやでもこれ取れるな、任せて。オッケー、そういうこと、そういうこと、そういうこと。いやエースやっぱ強いですよね。ここちょっと一回待たせなくていいな、ここら辺で遠征で死なないようにだけ、みんなまとめて死ぬのが一番最悪なんで。オッケー、遠征最高、これも勝ったね。ということでまあこの辺で、まあ一応真ん中ら辺で遊んでおくか。ナイス、味方ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございました。はい、ということでね、2戦目皆さんよろしくお願いします。いやーねー、さっきちょっと失敗したよね、やっぱエースがやられてサボで活躍っていうのが、まあ、ベストだったけど、サボ一瞬でやられちゃったっていうめっちゃ面白い面白くねえわ、全然始まんないし、始まった、さあやっていく。やっぱエースかっこいいよな。ってことはルフィの兄サボが出たってことは、ルフィの兄エースも出んのかな、いつか。なんか出そうで出なさそうで多分出ないみたいな感じじゃない。マルコか、ここ一発、ここ、カウンター押したのに、カウンター押した、ほらスキルない、カウンター押したのに出が遅かったか。ちょっと一発、二発、三発、やっぱ強いな、大丈夫か、ま、うわー、ちょっとラグがあった今、あれ僕もう一人どこ行ったんだ、あーなるほどね、裏行っちゃったんだマルコが。あれは結構硬いな、どうしようか、きついぞ。では、なんでこんな3人で向こう対処してんねん、1人ぐらい来てくれ。おお、遠征当たっていく、ナイス、どうしよう、どうする、誰も来ないじゃん、あ、マルコが戻ってきたの、なるほどね、
オッケーオッケー、ナイスナイス。ここここ、オッケー、カウンター決まっていく。気持ちいいね、カウンター決まると。オッケー、いや真ん中取れたんでかくない？やっぱエース強いよね。ちょっとこっからは生き延びたい、生き延びたくて。ちょっと遠手だけ置いとくわ。え、なんで真ん中誰も来ないの？というかなんであそこに2人もいんの？え、何やってんの結構。え、何やってんのなんであそこに、え、なんで、え、何やっとんのちょっと待って、結構驚きなんだけど。誰か援護来てると思ってさ、いたら誰も2人とも待機してたからびっくりなんだけど、ちょっとさすがにびっくり。ここお前が親父の首を取るんだと。ちょっと待って、全然困ってないみんな。え、あそこで1人放置してる。え、放置して、放置してないか。放置してるかっていうぐらい動かなかったよね。まあいいいい、そんなもう文句ばっか言ってる暇あったら楽しい実況。勝つんかい、真ん中勝ってるんかいしかもこっからブーストかい、強いんかいいやー、何言ってんだ。あ、こっちは任せてくれ、怠慢なら負ける気がしない。危険モード、一発ここでしょ、だよね、分かった。うわー、ジャス化してなかったか。逃げるんだな、これは。あー、やばい、だるい。あー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 、だるいな、だるいな、非常にだるい、非常にだるい。しかも移動速度低下してるし。おー、先にやっていくタイプね、頭いいな、あの人。うわー、こういうのが何も面白くない何も面白くない動画の見どころとしても何もないし。戻ってくるんかい、逃げすぎだろ。そしたら多分スキル溜まってるから、ほらね、ヨネちゃんだよね、回避するでしょ。で、火炎竜王、ナイス、頼んだぞ。真ん中一発回避読んで、一発、これ回避長いんですよね、これが通常マジで強い、重いけどうまく当てれれば強いですね。ここはちょっと任せようか、真ん中の援護。うわー、うまい、このマルコ。あ、しかし四つ取りしてるのはでかいね、ありがとうございます。味方の方ありがとうございます。はい、ということで3戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。てか一つ言ってください、ヨルバラばっか。てかさ、もう一つ言っていい？さっきなんで一緒にさ、さ、俺が一回 C 地点取った時あったじゃないですか、みんなまとめて下がったじゃん、なんでってなんなかった？え、なんでみんな下がったって思って、ってなったんだよね。いやいやいや、あれ、なんで一緒に下がったって思っちゃって、いやごめんごめん、なんかね、ね、なんかちょっと文句ばっかとか言われるかもしれないですけど、あれだけはさすがに。オッケー、ちょっと遠手に合わせて。いや、あれちょっとマジでと思ってえ、なんで一緒に下がったって、黒ひげ下がる意味、ディフェンダーって何って思っちゃって、まあそこは申し訳ないです。あれ、なんで回避そっちにした、あれ、何、肉ちょうだい、ナミありがとう、ありがとうって言ったか。こういうのね、こういうのね、本当にありがとうなんですよね、本当にこういうのありがとうなんですよね。カウンターだな多分これ、あ、違うんかい。あー、黒ひげあれだな、オッケー。うわー、ごめん、カウンター発動させちゃったけど。あー、ナミナイス、うま、この人、ごめんね、ちょっと クローズ来ると思って。これ多分無敵スキルでしょ、オッケー。で、炎帝も破裂させておきましょう、こういう時に。オッケーオッケー、でかいおー、カウンターね、オッケーオッケー。黒ひげー、くっそー、やられた、これやばい、くっそー。いや、しかしこれで黒ひげにやられて、まあ、黒ひげにやられたわけじゃないけど、赤犬が良かったけど、サボが来るっていう、なんかちょっとね、原作をもしかしたらそうなるんじゃないかみたいな、ないかないか、いや、あるかな。いや、でも赤犬といつか戦うよね、サボ。さすがに多分戦うとは思うんだけど。うわ、カウンターかな、火炎竜王、オッケー、隙があった。で、これはメラメラ状態。うわ、食らってないか、カウンター、オッケー。で、ここでもう破裂させていた、ここ危険。よし、旗は取りたくない、オープンね。ちょっとカウンターだな、頭あれ、あ、しないんかい。危険、ナイス、危険あ、いいところにしようとしたら失敗したよし、こっちもいけるな、ナイス、味方。危険がマジで強い。で、カウンターでしょ、オッケーオッケー。やばい、ちょっと、うわ、だよねちょっと回避なかった、届かなかった。おー、黒ひげナイス、間に合った。うわ、黒ひげ強えな。あ、待って、っていうか、またミスってね、また結局、やっぱね、耐えられない。80レベルのサボなんで、やっぱか、すぐやられちゃうよね、キルはできても。まあ、こっからはエースに任せとけって。こっちかな、わかんないけど。どうしようか。おっぷねおっぷねナイス、あ、これでいいとこ、あっち守りに行きます、僕が。ここ、一発で、カウンターでしょ？ OK、ここね。OK! ナイス、で、あっちも行く。早い、
早いぞ。うわ巻き込まれた、やっせー。しかし守り切ったということでありがとうございます。味方の方ありがとう。エースくん、はい、ということで4戦目やっていきます。てか藤虎かっこよくない？藤虎さいいなって思っちゃったんだよね。やっぱ1体は欲しかったなって、めちゃめちゃ藤虎かっこいいなって思っちゃってっていうかね、ちょっとシャンクスのあの援護を期待して、うわー向こうからだった、まさかの。あーこれカウンター狙えるな、オッケー。うわーやっぱあの人うまいな。ちょっとやっぱさ、炎上門の後ってなんかさ、ちょっとさあれだよね、ちょっとなんていうの、あの瞬間移動起きがちだよね。藤虎のスキルが見たい。隕石落とすんでしょ、噂によりゃ。落としてくださいよ隕石。落ちたー。あ違かった。これさ、しかもダウンめっちゃ時間かかるよね。だけどさ、ダウンなんかさ、時にはあ当たっちゃったのみたいな。終わった終わった。ちょっと一回守ろうか、じゃあ一回守ろうね。ああカウンターミスった。ああ一回守ろうか、じゃあシャックスのあのスキルだけ怖いんで一発 OK。オッケー、ベローナ来ると思ったよ。いや来てたからね。あーシャンクス、やばいぞこれは。4度引されるこれ。うわやばいな、間に合ってくれ4人頑張れ。青生地、青生地だー、よし頑張った、ありがとう青生地。こういうのはあれもう素直にありがとうとか言っておきましょうね。本当に俺のミスなんでこれは完全に。まあこっから炎上モードのサボくんが、でもブースト中か、ちょっと引きながら戦おう。ブースト中はちょっと得策ではないけど、でもあみんなやられてんだ。あ待って待って、裏取り行かれてる。えいつの間に上手くねっすかこの人。はい、でもここから炎上モード、でカウンター、ここあやられた、うわ強っ、でカウンターでしょ、しないんかい、危ない、あー待って全然当たんないじゃん。ちょっとこの人めっちゃ見てくる、怖い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 、もしかしたらボットじゃない、ボットにやられたこれ俺。ボットにやられて、いやでも回避読みしてきたからな。うわ最悪、どうしよう、ちょっとカウンターしてこないとかマジで厄介すぎる。オッケーオッケー、エース強くね。いや俺やっぱでもサボよりエース派だな。サボも強いけど、まあ俺80レベルだからなんとも言えねえわ、ごめん。こういうガチ評価にはなんないですね。はい、100レベル持ってないんで僕は。やっぱ100レベルからがガチ評価だと思うんで、80レベルじゃあれだよ。あっぶねー、やっぱシャンクスさもっと声出そうぜ。ちょっと引きながら叩こう。でも一人多分裏取り来ると思うんだよな。まあいっか、オッケー、オッケー。ちょっとペローナ間に合ったか分かんなかったけど、くー、オッケーオッケーオッケー。ちょっとペローナ邪魔だからやっちゃうわ、オッケー。うわごめん、ちょっと待って、くー意外と早かった。ペローナさ意外となんか強い。 ここで一人、オッケー、これ取れるな、あ取れないわ、取れないけど、まあ味方がナイスでしたっていう話ですよ。はい、オッケー。ん？ちょっと待って、もうエンテでじゃあ、オッケー、はい、ありがとうございます、ナイス。はい、ということでね、ラストやっていきたいと思います。てかさ、サボくん全然活躍してなくない？やっぱね、サボ80レベルだけあってちょっときついっていうのあるよね。しかも今緑属性少ないし、ほとんど青属性だし、まあそういうのあって言い訳していくんですけど、皆さんよろしくお願いします。いやちょっとね、やっぱね、きついっていうのはある、ちょっときついっていうのはある。なんでかっていうと、やっぱシャンクス強い。シャンクス強いって言っても、まあ、別に他のキャラも強いんだけどね。多分どっちかスキル打ってこないね。結構最近やっぱ上手い人多いっすよね。マジできつい、上手い人多すぎて全然スキル打ってこない。あ打ってきた、あー今カウンター合わせるべきだったかな。これ遠征さ、遠征いいんだけどさ、なんかさカウンターの餌食じゃない、ここ。危ない、ごめん、ちょっと味方の方、1、2、3、くそくそ危ない、くそ、あー待って、カウンターめっちゃ、そっかキルしたらさ早くなるのか、ここ、あー分かってた分かってたよ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと誰か来てほしい、誰か来てほしい、さすがに来てほしかったっていうのはあるけど、まあてか裏で結構人がいたんで、まあしょうがないっすよ。いやでもさすがに来てほしかった。うるせえな俺、言い訳ばっかでさ、人のせいにすんなよな、配信者が情けない。うわ火炎量当たんないね。おいしょおいしょ、1、2、オッケー。やっぱ通常は一発目広いんで優秀なんですけど、まあでもちょっとむずいな。うわどんどん裏来るやん、マジ。炎帝モード、じゃあメラメラモード、回避いいですかい。うわこっち来ない系か、うーちょっとむずいな、どうしよう。
力に危険。うわ、え、そっち言った？あ、それ味方か。え、でもそっち言った？危険、危険モードが強い。よし、真ん中いける。ごめん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 。オーケー、危険ナイス。うわ、カタクリ久々に見たな、昔の最強キャラが。これどうしようか、真ん中結構硬いな。フジトラ結構硬いんで、いやでも守んないといけないな。4つ目、あ、2つ目。いやでもシャンクスなら大丈夫だな。これ多分スルーしてくれれば、スルーすれば回避するんで。あざ、オッケーオッケー。あー、やばい、ここオッケー。うわ、この黒ひげうまい。どうしよう、一回引こう。いや、黒ひげやっぱワンパンできないでぐいな。うー、これ腕キスキル使ったかな。あー、ちょっとやばいやばいやばい。どうする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 、ひたまゆ、これやばいぞ、これ勝てる気せないぞ。ちょっと一旦引こうか。ちょっとあの移動速度アップ俺がもらっていい？俺がもらうわ。ちょっと2年後ルフィ、ちょ、裏取り行くわ。任せてくれ、その代わり絶対取ってくる仲間よ、任せてくれ。シャンクスには勝てる、大丈夫。オッケーオッケー。あー、カウンターすぐ使ってくるタイプだった。味方ごめん、これ大先輩すぎる。なんか最近さ、やっぱさ、バウンティーなんか最近やってないからって言い訳してくんだけどさ、なんか下手くそになってきたよね、北前さん。あれバカに言ってたな。もう最後いいとこ見せてくれ、帰んよ。いいとこ取り。はい、仲間の方ありがとうございました。はい、ということでね、今日の動画は終わるんですけど、ちょっと活躍しなさすぎたサモくんが、まあだからサモをいつか100レベルにして、お、すごいメラメラしてる、めちゃめちゃ画面メラメラしてる、境界炎したからめちゃめちゃメラメラしてるけど、まあね、ちょっとサモくんを100レベルにして、またいつかやりたいな、この企画。ちょ、このメラメラコンビ最高すぎん。ということで、ぜひよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、めちゃメラメラメラ、バイバーイ。